さっきね、ちょっと車の中で話したけどさ、はい、知って10年耐えうるっていうか、ね、その死にいろんな角度からこう、なんて言ってましたっけ。あ、そうですね、だからその経年変化するもんなんで、うん、企業がね、そう、うん、コピーだったらその一瞬だけかもしれないけど、死だったらやっぱその企業が例えば10年、50年、100年続いても通じるようなものを書いていくから、詩の言葉にね、それを散りばめていくってことですね。そうですね。それがその1年目にはこの詩の意味を 10% しか気づいてない、 100% 気づいてると思ったけど、それは実はこの詩の 10% だけで、10年経ったら、あ、この詩はこうだ、こういうことだったんだっていうのがまたその時々で出てくると思うんで、あと企業がさ、会社の経営理念を差し出す部分なんかもいいよね。それはだからやってるんですよ。金属のその、金属の、エッチングとかそういう機能。物としてってこと、物として。はいはいはい、結局、要するに形に心が宿るじゃないですけど、うん、そうです、なんかそういうさ、こう、確かにオフィスのとかに飾るような、いいかもしれない、それをこう言葉で。今だとだから昔書いて、それを紙に書いたのを学装して飾ってるのが、うん、企業とかお店にあるんですけど、それはだから看板おしゃれな、もっと看板的にその、うん、そう経営理念のそういうね、あるじゃないですか、はいはい、ああいう感じのイメージもっと形にして、はい、ボンとしちゃうと店舗じゃなくても、はい、物として、この物として価値があるし、うん、言葉の意味にも価値があるし、うん、っていうその価値を少し複数の形で結合していくっていうか、この見え方が違うとか、そうそう、印象も変わるし、だからそういうね、詩と広告と融合してるじゃないですか、はい、それが今度物のね、これは物だけど一応なんだろう、一応消費されていくじゃないですか、そうですね、だけど消費されない、ね、ずっと固定化した、ね、ずっとその板の板として残るものとして扱っていくっていう、これとしてる看板みたいに、そのいずれその会社が潰れて看板だけ、その理念の看板だけ血だけ残ってて、誰かが、うん、誰かがね、古道具屋かなんかで見つけて買って飾ってたりして、 それ面白いですね。まあそういうなんかいろんな作り方がね、木を掘ることもできるかもしれないし、銅板みたいなものにね、何かできるかもしれないし、いろんな感じの可能性がある。会社の何か入っていくときに旗とかに書いてあってもしょ、登り場バサバサバサって読めない読めない、いろんなことができる。そう、なんかそういう可能性でね、また詩をちょっと面白く扱えたらいいなと思って、うん、そういうのもポエチューブで紹介できるようになるといいね。あ、そうですね。ポエチューブ始まったらもう一回行きましょう。ちょっと充電して何が面白いかとか、うん、そのちゃんと可能性をね、ちょっと疲れちゃったからね。いや、もうやってる。あと話すことがなくなっちゃったから。でもほら、今日はちょっと話ができてるじゃない。はい、これがまたその自分が話してて、面白いなって思えるところに行かないと、うんうん、だからやっぱ、続けるの大変だってことがそういうことですよね。100までは頑張ろうと思ったけど、はい、休まずにさらに100続けられるかっていうと、やっぱりね、ちょっと逃げたくなっちゃって。いや、だから大事ですよ。続けること大事だけど、無駄に続けるのも、なんかその見極め難しいです。やめるやらやめるって、こうね、お休みするとかっていうか、それちゃんと言えるのがいいですよね。その時に価値を変えて、こういう形でやっていきたいっていう部分がちょっとあって、うん、そこに対しての充電を、ちゃんとして、はい、でその充電をするために今日はある意味新しい入り口みたいなもんじゃない、はい、ね、終わりであり始まりであり、という何が始まるのかというね。なんか最後にコメント、このこれあまだ編集なんですけど、最後にあの見てくれてる方になんかあのコメントいただけますか。あるかな。まあやっぱりそうだな、朗読会来てもらうのが一番いいかな。あ、一番ならこの最後。そうですよ。だから8月とか、ね、そのそうですね。ああ、うん、松本で8月にやりそうかな。うん、あのアルプスご飯っていう松本にある定食屋さんなんですけど、うん、ずっとそのもう4年ぐらい、3年か4年か、物語食堂っていう朗読をやってて、うん、ご飯あのカウンターのちっちゃい席も6席か7席ぐらいの定食屋さんなんですけど、ご飯
まず出して、うん、食べた後に僕が今度厨房入って、うん、厨房の中から塩を読むっていう、でその塩は全部毎回かき下ろしなんですよ。だから料理人は旬の食材でその時の美味しいものをして、僕は旬の塩を書いて、6名しか聞けない。そうです。定員6名、はい、でそれが毎年季節変えて、まあ、春だったら春に3公演ぐらい。だから全部で18人かな。と年末、超レアじゃないですか。レアです。ね。あと年末にやります。去年から年末もやり始めて、12月の27、28とかね。それがね、今年は夏で8月まで松本でやるという。それぜひね、もっと具体的になって、これが配信が近づいてね、まあ、決まったら概要欄に概要に載けられますから。お願いします。いやその飯もうまいから、ぜひ食べてきてください。ね、あ楽しかったな。今日結構楽しそうな話でしょ。はい。大丈夫。いや、たまにね、つまんないときは、つまんないから話しちゃうんですよ。まあでも、ピンのときとか。まあまあ、ピンのときたまにね。ピンのときって何？ピン、ピン。ピンのとき。ピン。話すことがないとね。はい。一人で話すの結構大変ですね。うん。まあ、僕と喋ってるのとかですね。僕は映せないですけど。そうです。YouTube とはそこで話してる人一番面白そうですそうですね見てて、いやでもなんかあっという間の夕暮れそうですね今日な本当はこの泉の湯に泊まりたかったけどいやー泊まった方がいいと思いますよ夜、夜ウイスキー飲みたいですね泊まってきますか僕はちょっと帰るけどでまだ今度ちゃんと泊まりでねぜひ計画してそうですね。来ます。そのベルジオもいいし、さっきの豚の尻尾の上も泊まれるし。本当。はい。じゃあまた来ます。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。